中高、ホリディスクエアは、秋田県秋田市朝日北西基町にある、ショッピングセンター。土地及び施設の所有者は、秋田中央交通だが、管理、運営は、パンパシフィック、インターナショナルホールディングス主会社の長崎屋が、行っている。秋田中央交通の本社、秋田営業所の旧所在地に、長崎屋が、ショッピングセンターを建設。長崎屋秋田店を、 各店舗として1986年11月1日にオープン。1981年に初代秋田店が完全撤退して以来の長崎屋の復活となったが2009年9月18日、長崎屋からドン、キホーテ秋田店に転換した。施設北側に秋田中央交通の長崎屋バスターミナルを併設、南側には 秋田中央トランスポート専用タクシー乗り場を設置。長崎屋バスターミナルも参照。バスターミナルの名称は長崎屋のままである。ただし、ドン・キホーテ直営ではなく、長崎屋が運営するドン、キホーテとなる。同時に、テナントに関しては、グループ持ち株会社、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの関連会社である、日本商業施設が管理している。 ドットヒトで周辺は、大混雑中高ホリディスクエアが、オープンを型店った点船さらに激化、秋田伊佐新報1986年11月2日付長官、AB、長崎屋内に、J、J0A 秋田市、14日、オープン、秋田伊佐新報2007年12月5日付長官。J0A 長崎屋店を閉店、秋田伊佐新報2009年1月5日付。 開店待ちの列600人秋田市、長崎屋を改装、ドンキア北店がオープン、秋田伊佐を新報2009年9月19日付。ありがとうございます。